豆腐をこれだけ食うと腹いっぱいになるから、こんな感じですね。どうも、寝起きです。今日はですね、みんなわけのわからない T シャツを着させられてますけども、虚無シリーズでございます。虚無スンドゥブです。スンドゥブっていうとお肉とかアサリとか入ってる韓国の豆腐料理なんですけども、実はですね、豆腐だけでうまいです。肉とかアサリとかの出汁を使わなくてもめちゃめちゃうまいスンドゥブ風の小鍋ができます。ほとんど湯豆腐みたいなもんなんですけども、財布が虚無な時でも作れるっていうようなレシピを寝起きの私が作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料いきます。豆腐、ニンニクですね。これまあなければチューブでいいです。あとは特別な調味料だっていうと、うちは常備してるんですけど、コチュジャンあるといつでもこの虚無スンドゥブができますんで、てか虚無スンドゥブっていうかスンドゥブができます。具材が少ないだけのスンドゥブなんだから、こっちは買っといてください。これ、あるとコチュジャンだけで肉炒めてもめちゃめちゃうまいので、虚無れます。炒めるだけでうまいから、はい。なんで、今から虚無スンドゥブ作っていきます。ここでね、調子に乗って料理研究家だとお酒を飲むと思うんですけど、僕寝起きなんで、寝起きにお酒なんか持ってのほかなんで、これ飲みます。30半ば超えてもう俺アラフォーなんですけど、何食っても太るなんでカロリーミット飲んでます。いただきます。じゃあまず水 240cc、ね、コップ1杯でちょっとで、あと調味料、砂糖小さじ半分、甘み漬け、塩が1つまみ、これ塩味だしでですね、一味唐辛子、これ辛みを入れます。で大体小さじ3分の1ぐらい、辛いのが苦手な人は入れなくていいんだけど、入れると辛みと風味が増すから、まあ、入れた方が俺は好きかな。あと醤油ね、醤油少し、小さじ半分ぐらいね。目分量でやってもいいんだけど、目分量でやるとまずくなるやつがいるんで、そういうやつのクレーム受け付けたくないんで、俺は分量測ってます。白だし1半ですね。バカ料理研究家がやってるこれうまつとかでもいい。これ具材が入ってないから出汁重要なんで、白だしが入ります。で、コチュジャンですね。虚無すぎてね、アラームの、ね、設定をね変えるのもめんどくさくなっちゃって、設定するごとに解除しないからずっとアラーム鳴るんだよね俺の携帯。まず大さじ1杯入れます。コチュジャンは味の根幹ですね。まあ家にはない方も多いと思うんですけど、今はねなんかチューブのとかも売ってるんで買ってください。虚無を極めるには家に調味料いっぱい置いといた方がいい。なんでかっていうと何ヶ月も持つから、冷蔵庫の中身が虚無でも美味しいものが食べられる。で、おろしニンニク、いやあの酔っ払いがめちゃくちゃ酒飲むから俺が割り食ってんだ。ここにごま油ですね、香り付け、あとコク出しですね。したら、豆腐も切るのめんどくせんで、こうやってすくって入れてください。はい、これで包丁いらない。で、後で崩すのは簡単だから割と大きめに切っちゃっていいです。豆腐をこれだけ食うと腹いっぱいになるから、本当に豆腐はね、タンパク質も取れるからいい。で、これでなんかもう虚無すぎんだろこれと思ったら、別に肉入れてもいいし、野菜とか入れてもいいし、もう何でも入れてください。スープがうまいから、何でもうまいから。で、まあこれ料理する人からしたらもう常識なんだけど、沸かす時には蓋閉めた方が早く沸く。電気代とかガス代の節約になるから、沸かすってなった時は蓋閉めてから沸かした方がまあいいですね。あとこれ沸いてグズ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 やって、豆腐にちゃんと火入れたら完成だから、途中でダマにかきました。で、今一応温めてるんだけど、コチュジャンとかこんなん使い切れねえよっていう人いっぱいいるんで、一応使うようと言っときます。コチュジャンとマヨネーズを混ぜて、コチュマヨって言うんだけど、それもめちゃめちゃうまいし、冷凍のフライドポテトとか揚げた時にそこにコチュマヨとか混ぜたやつでお肉とか炒めてもめちゃめちゃ美味しいですね。酔っ払い医療研究家のレシピで、醤油と砂糖とみりんを使ってタレにするやつがあるんだけど、そこに少しコチュジャンを混ぜるとコクが出てめちゃめちゃうまい。いろいろな用途があるから、すぐにこの甘辛いスープにもなるし、このスープをベースで鍋やってもめちゃめちゃうまいから、そこまで説明したんで皆さん買ってください。グツグツ沸騰したらもう豆腐に火が入れば美味しくなるんで、まあ、どれぐらい煮るかはもう個人の好き勝手にしてください。これはもうスープがうまいからうまい。よし、
塩もう一つ。味見して、あの塩足んなかったら塩入れてください。あの豆腐がね薄いんで、まだまあスープと食べるんで、俺はあのいつも濃い味でやっちゃうんだけど、好みで塩足して、それぐらい自分で考えてやってください。まあ、こんな感じですね。はい、今日も済んでくる。じゃあ食べたいと思います。いただきます。めちゃくちゃうまい。マジでスンドゥブのスープだ。豆腐に味を入れるために沸騰したら少し煮込んだ方がいいね。できれば3分から5分ぐらい煮込んだ方が美味しくいただける。これ少し煮込んだんで、煮詰まれば煮詰まるほどスープの味が濃く出て非常に美味しいです。ああ、しみんな。辛さは確かにあるんだけど、そこまで辛くない。七味唐辛子さえ加減すれば全然誰でも食えますね。でこれどうやってもスープが余るんですよ。スープ余ったらあのご飯入れてください。卵とかも入れていただいてもいいし、トムスンドゥブ作るときに卵落としちゃっても全然いいです。ただ単に湯豆腐で食うんだったらずっとこっちの方に。食べる。これ熱い。めちゃくちゃ熱い。熱いですね。食べて。うん、おうまい。うまいね。うまいんだよこれ。コチュジャンでスンドゥブだね。ごま油と白だしとコチュジャンでほぼスンドゥブ。スンドゥブだね。おいしいわ。ちょうどいいからこれね。ちょっとなんか甘辛っぽい感じ。少しねお砂糖入ってるから、ちょっと甘くした。いいね。これは美味しいね。ご飯もいってもいいんだけど、うどんもうまいし。うどんやばいね。うどんうまい。韓国風うどんになるし、こんなふざけた感じでやってるけど、実は実践で。実践ですね。いい。気づきます。キロって。キロって。うん、いや、いいですね。買わなくていい。買わなくていいけど、一応物好きいるかもしれないから、一応概要欄に物好きは見てください。でも買わなくていいです、本当は。じゃあ帰るな。